イータさん、メロンパンありがとうございます。おはようございます。おはようございます。すべさん、なんだっけ、メロンパンありがとうございます。リキアさんはフルーツサンドありがとうございます。金曜日のおはようじゃん。チューチューさん、メロンパンありがとうございます。ターさん、メロンパンありがとうございます。久保哲さん、メロンパンありがとうございます。久保哲さん、猫ありがとう、猫パンありがとうございます。8時0分2車両目。髪型もバッチリ OK。 金曜日は変わらなく。そらさ、ターさんの YouTube の動画もめっちゃいつも見てます。いつもお世話になってます。ふうくんさん、猫パンありがとうございます。はるさん、メロンパンありがとうございます。あすべさん、猫パンありがとうございます。つかっちさん、サンドイッチありがとうございます。おはようございます。つかっちさん、おはよう、プロ来たぞ。おはようございます。ラジオネーム恋するさぎちゃんこと木村拓哉です。こんにちは。おはようございます。岩沢さん、おはようございます。ゆうちゃん、サンドイッチありがとうございます。おはようございます。ふうくんさん、フルーツサンドありがとうございます。すべさん、メロンパンありがとうございます。春のパン祭りだよ。すべさん、メロンパンありがとうございます。おはよう、おはよう、おはよう。くっちゃん、猫パンありがとうございます。フォローしました、ありがとうございます。みんな朝起きるの早い。ゆうちゃん、トーストありがとうございます。うん、秋で起きるの早いね。よく知らないけど、パン詰めたらそれも、え、そうなん、なんだろう、白っぽいお皿みたいな書いてあったけど。早っ、毎日5時、やば。いつべーさん、猫パンありがとうございます。ひらつぐさんも猫パンありがとうございます。みきやさん、メロンパンありがとうございます。うん、朝配信は今日は夜がレッスンだったのでしました。パン欲しいな。パン？どういうこと？ああ、ギフトの欲しい、ギフトのパン欲しい。おはようございます。おはようございます。ポッポさん、
メロンパンありがとうございます。おはようございます。みそかつじいさん、メロンパンありがとうございます。ふうくんさんもメロンパンありがとうございます。通知でびっくりした。朝ごはんは食べてないかな。今日は豪華、頑張っていきましょう。レイさん毎週やってるの？いや、もう週にいっぱいあるよ。毎週やってる。朝からさらちゃん見れるの幸せすぎるって、ありがとうございます。スペースさんトースト、ありがとうございます。朝ごはん？わかんない、決めてない、わかんない。かわいい、ありがとうございます。おはようございます。ボブックスさん、タンタンタヌキさん、メロンパンありがとうございます。楽しいよ、レッスン。食パン大好きってイベント中に来た。耳かわいい、ありがとうございます。それが恋と気づいた岩沢さん、トーストありがとうございます。おはようございます。ルッピーさん、トーストありがとうございます。パジャマです。やっぱ朝はプチ眠そうじゃ。眠い、眠いよ。このギフトのパンなら、どれだろう。トーストかな。何時に起きて、配信始める3分前ぐらいかな。今度サラちゃん出る公演は、サラが出る公演は10日後かな。10日、23日の僕隊です。おはようございます。こんにちは。スペイン、ヨーロッパ、外国人。ありがとうございます。清水さん、お元気な姿、頑張ってください。遊びに来たよ、ありがとうございます。はいよ、大阪のひろしだよさん、焼きそばパン、ありがとうございます。23日さ、公演なくならったりしないかな。嫌だね、なくなりたくない。ゆうちゃん、メロンパンありがとうございます。仕事終わりで眠いって、すごい、夜勤すごい、お疲れ様です。すごいね、しっかり寝てください。おはよう、花ちびさん、おはよう。おはようございます。でも延期かな、亡くなったとしても。分からん。おはようございます。
やばい。山口県なら。マンボウ？マンボウってなんだろう。マンボウないし。ワンちゃんかな？マンボウ？ふうくんさん、猫パンありがとうございます。おはようございます。そうなんだ。タイタニック。おはようございます。ああ、まん延防止法っていうの。へえ。広島緊急事態宣言出てないから延期はないの。あ、そういう、そうかな、大丈夫かな。スベさん、メロンパンありがとうございます。KK3500 さん、だるま、ありがとうございます。空はでも漢字苦手、ほとんど読めません。大阪以外有観客、ギリギリ、そうですね、略して、まあ、おー、偉い。ふうくんさん、かわいい、ありがとうございます。あ、すいません、画面に見とれてコメントするの忘れました。いいですよ、別に。今日は配信始める5分前ぐらい、お姫様抱っこされたことある？ない。かくゆうちゃん、トーストありがとうございます。かわちぃ、ありがとうございます。今にも寝そう。寝んよ。サラちゃん見惚れてたら電車乗り換え忘れそうやった。やば。朝の方の、え、何が違う、いつもと。サコ姫をお姫様抱っこしたい人生。サコ姫、サコ姫背高いからね、やったことないよ。でもできそう。サコ姫のことおんぶしたいけどね、できん。サッコ、サブちゃんまだ寝てる、寝てる。いつもは8時ぐらい。寝起きてます。寝起きサーちゃんも尊いて、ありがとうございます。おはようございます。北海道の鈴木知事さんが緊急事態宣言を国にお願いしたが延期。あ、そうなんだ。レッスンで手押し車はねやらないかも。手押し車はやらないです。親父さん、メロンパンありがとうございます。
サブちゃんとの寝顔ツーショット着たいって。サブちゃんは寝てるけど、こういうなんか箱みたいな中に入って寝るので、あれなんですよ、一緒に寝れないんです。やらなくなったよ。一気に一緒に箱みたいのに入る。ばあちゃんちっちゃい、めっちゃ20センチくらいの入れるかな、頭だけでも突っ込めるかな。ハニー、そらな、怒ったし、やくて可愛いじゃろ、あれ可愛いじゃろ、可愛いよ。そらの犬は吠えんし、めっちゃいい子。広島まん延出るのほぼ確定だって。いつ僕隊延期になっちゃうかな。一期生はドキュメントとか放送してレッスン見たことあるけど、1期生は見たことないね。1期生、まあでも確かに2期生はまあ朝普通、朝まずレッスンの最初にストレッチして振りを入れる感じ、振りをやる感じ。なんか最初は、前はそのレッスン、そのストレッチとかも名前順の位置が決まっとって、名前順のさ位置がさ決まっとってさ、みんな何じゃろん、そう